はい、どうも、フメデオです。今回ですけども、明日新ガチャ情報を解禁するということで、予想をやっていきたいと思います。皆さんのね、予想とかですね、ぜひコメントで教えてください。ということでね、今現在、セレクトボックス開催中でございますが、皆さん引きましたでしょうか？まあ、エルサラね、まあ結構強くてというところで、まあペア積み出して持ってない方は、まあ引いてもいいかなと思いますけども、はい。まあ、ほどほどにというところはお伝えしておきたいと思います。で、そんなセレクトボックスが8月19日、月曜日10時59分までということで、19日の前日、18日日曜日ですね。明日、情報が解禁されるというところになっております。ということで、まあ、例に倣ってですね、確認事項再生リストの確認ということで、8月16日、23時に、23時半か、ぐらいに、撮影してもおりますけれども、再生リストの確認していきます。セレボ1本、ピック1本でございました。結果から言うと。まあ一応、中身もね、ちゃんと皆さんにお見せして、確認していきたいと思うんですけども、まずは、新妻はございませんよ。ピックアップガチャは1本の、動画がありますよと。で、セレボも1本の動画ということで、まあ、はい。今後のスケジュールは、もう、やっぱりこれで決まりかなと。いうところです。はい。で、次回のガチャ予想ということで、まあ、これはですね、もう確率アップで間違いないと思います。これでしょ。はい。なので、まあ、何が復活するかっていうところのね、もう予想はしないでおこうかなと思います。で、まあ、その次はですね、おそらくピックアップガチャが来ると思いますので、まあ、もし皆さんのね、ピックアップガチャ、何が来そうかっていうところをですね、もし予想、いただければ教えてもらいたいです。で、確率アップが来るっていうところの、まあ、理由付けなんですけども、まあ、これはですね、まあ、前回言った通りなんですけども、まず月末、まあ、ここはですね、つむつむのお店屋さんのイベントに合わせて必ず来るっていうところで、まあ、27日から、必ず来ますよっていうところですね。で、前回ね、13日から16日までの期間で来ましたけれども、じゃあなぜあともう一回来るのかっていうところはですね、まあ、過去の傾向ですね、まあ、ペア積むとか、まあ、セット積む、の時にはですね、まあ、結構、この新積む確率アップが、この新積む登場した後に、月末を除いて2回来ることが多いです。で、それこそ去年もね、二度と復活しないペア積む、100周年のペア積むが来ましたけども、まあ、その時もですね、はい、同じように来ておりますので、こんな感じで、ここで新積む確率アップ来て、新積む確率アップ来て、月末のイベントみたいな感じで来ていますので、まあこのスケジュール感はやっぱり全く一緒になるのかなというところでございます。なのでもう新積む確率アップで間違いないでしょうっていうのが自分の、予想となっております。まあ、これは 100% じゃないんで、まあワンチャンピックアップ来るとか、そういうところはまあ一応考えられなくはないですけども、まあピックアップが濃厚かなと思います。はい、っていう形でいかがでしょうか。はい、なので今回予想ないということで、動画は以上になります。まあそれでもですね、まあ明日、情報のね確認は、していてですね、まあ、新積む確率アップだったら、新積む確率アップで引くべきかどうかっていうところの確認はね、確認というか、まあ、考察の動画は、上げますので、明日の動画もですね、ちょっとチェックしてもらえたらなと思います。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。